妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回は妖怪ウォッチの焼きそば紹介します。9月2日から関東地方で先行販売し、9月29日から全国で発売されてます。焼きそば買ってきたので、今回満を持して作ってみたいと思います。材料はこちら。まず下ごしらえします。食べやすいサイズに切ります。キャベツちょっと多かったかも。スーパーにいたらジバニャンのかまぼこ売ってたので買ってきました。すでに切れてますね。枚数は4枚です。準備できました。焼きそばはナポリタン味です。汁が1枚入ってます。ラインナップは裏に載ってて、メタリック5枚、ノーマル15枚の全20種です。妖怪に混じってケイタくんとか赤丸&エミちゃんもいます。では開封します。はい、開きました。麺は2人前ありますね。ソースも2人前、ニャポリタン味だにゃん。そしてシール、あ、これブシニャンですね。ノーマルのブシニャンです。メタリックじゃないけど嬉しい。焼きそばの作り方は、まず具材炒めて、麺を炒めて、液体ソースを入れて完成。とフライパン温まったので具材入れていきます。キャベツ、玉ねぎ、ピーマンとかまぼこ、だいぶ炒まってきました。色も変わりましたね。では麺入れます。ドーン。水も 50ml 入れます。水分がなくなるまでこれ炒めます。そしてニャポリタン味ソース、うわ、なんか味噌っぽい濃いソースですね。全体に色がつくまで炒めます。はい、ドーン、完成しました。ジバニャンのかまぼこかわいいです。では試食します。もう出来たてなんでうまいです。味は焼きそばとナポリタンの間ぐらいです。以上、今回は妖怪ウォッチの焼きそばの紹介でした。チャンネル登録お願いします。